曲がる、力じゃ曲がらない、それを用意していって、これバーディーさんこれ曲げてもらえますかって言ったらね、もうまた無茶ぶりですか、もう嫌なんですよねとか言って関西弁でのらりくらり変なことばっかり言いながら、でもねその間彼はその金属製のお箸をこうやって撫でて、いろいろ逃げ工場言いながら言いながら、でもそのうちね、ここのこの額のここにピリピリしだした、あやる気だなこの人と思って、でそしたらね最後にねこんなことします。皆さんもやったでしょ、鉛筆持ってそのバーディ様お箸持ってこう持ってほらほらほらこうやってくにゅ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 で曲がったでしょ曲がったでしょってやるのよ。そしたらね、八尾さんそれ子供の頃やってみんな誰もやったやつだよって言って、そうですかって言ってピッと止めたら曲がってもう脱帽、もうバーディーさんもうね脱帽です。もう僕は絶対にこれは曲がんないと思って用意してたのを曲げて、しかも笑いながらということがね、この前つい先週の金曜日だから、ついこの前ですよ、東京であって、あこれすごいなと。で今回まあ響さんとバーディーさんとも出る本も出るでしょ。でねこれ以外にあと今年中に2冊出るんです。そうするとね今年初めての現象が達成されて起きて、今まで1年間に10冊出したことなかったんです。一番多い年で9冊だったんです。よし今年は10冊出すぞと思って頑張った年、まあ9冊でダウンです。今年ね気がついたら10冊出るの。しかもそんな気なかったんですよ。もう本当に今年はそんな気もないやる気もない今の僕の状態です。結果的に今年は初めて僕の人生の中で初めて10冊、しかも今年は僕の人生の中で100冊を超えた記念日、記念すべき年でもあった。じゃあ今年って何だろうと思ったんですね。で皆さんね英語達者な方が多いから書きますけどね、この辺から書こうか。日本語では1月、2月、3月っていう順番、数字使いますね。4月、5月、6月、7月、8月で、9ですね、9月、10月、11月で最後が12月と。これが日本語です。まあもちろん古い日本語はね、弥生とか、ね、神奈月とか、まあさまざまな呼び方ありましたけど、英語では1月は、ジャンヌ・マリー。2月はフェブラリー、3月はマース、で4月はエイプリル、5月は、なんだっけメイトで、ジューン、ジュライ、オーガスト、でセプテンバー、どんどん書けなくなってきた。セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバーで、最後がディセンバー。ほとんど書けない、後ろで書ける。でも最後赤でどうしても書きたいからにして、もう書けない、赤ない、もう
いやいや、じゃあいいわいいわ他の色で、青で、青じゃ一緒になる、 黒で描いた方がディセンバーだけ、ディセンバーで、ノーベンバーね。はい、このうちジャヌアリー、フェブラリーね、マーチだ。マースはラテン語マーチ、赤は描けないんだ。マーチ、エイプリル、メイこのね、最初の5つは神様の名前なんです。由来がね、ヤヌスとかね、そういうそのギリシャ神話の神様の名前が、6月まで、ね、だからここまでは古い神話の名前を使っています。何これ？なんか今日お祭り？あ、秋祭り。秋祭り。なるほど。で、9月、セプテンバー、ね、これ7って意味だ。ラテン語でセプト。7番目の月っていう意味がセプテン。ラテン語で、もともとラテン語です。オクトーバーは、オクトは8なんです。8番目。だから、タコのことをオクトパスって言います。8本足だからオクトパス。だからこのオクトっていうのは8です。あのギリシャ語の8です。で、ノーベンバーのヌフ。あの今のフランス語にもなってますが、ヌフ、9です。9番目の月。ディセンバーはディスで10です。10番目の月。じゃあこのジュライとオーガストはなんで7はなんで7番目のセプテンバーじゃないのと。もともと7月がセプテンバーだったんです。ローマ時代まで、ギリシャ時代からローマ時代前半までは7月はセプテンバー